2009年にスタートした、挑むは、松成が主催する自主公演シリーズ。10回目にして最終公演となる今回は、新作歌舞伎、赤胴鈴之助が披露される。これは、1954年から1960年まで、少年画報で連載された同名漫画を原作にした歌舞伎作品。赤胴鈴之助は、ラジオドラマや映画、テレビドラマなど様々にメディア展開されており、テレビドラマ版では松成の父であるゆえ六代釈迦の上松太助が子役時代に主役を演じた。脚本を乙部湧、演出、振り付けを尾上菊之助が担当。出演者には松成のほか、中村つぼみ玉、市川つたゆき太助、尾上徳松、尾上高松、尾上松虫、尾上菊次、沢村邦也、そして生田斗真が名を連ねた。松成は、昨日、歌舞伎自主公演、挑むボル、10、チルダカン、新作歌舞伎、赤胴鈴之助の初日が開きました。客演には、生田斗真さんを迎え、学生時代から共に語り合っていた、歌舞伎作品で、いつか一緒に舞台に立ちたいという夢が実現しました。一筋縄では、行かなかった公演ですが、出演者、そしてスタッフの熱い思いを堪能して、ただ、けましたら幸いですとコメントしている。公演は8月22日まで、なお、ネット FLIX で、挑むボル、10、チルダカン、本編と、生田に密着したドキュメンタリー映画、生田斗真ドキュメンタリー、チルダ挑む、仮の配信が決定している。配信の詳細は、続報を待とう。